許されたいのであれば、の人間になれ。日本ではそういうことのようです。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容を丸々信じないように注意してください。また、当チャンネルは AI 判定が厳しい上、自主規制音を入れております。規制音なしの完全版はニコニコ動画の方でご覧ください。本日の話題はアニメルパン三世に登場したマモーについてでございます。マモーとはルパン三世シリーズ初の劇場作品、ルパン対クローンに登場しました神を自称する謎の男のことでございます。非常に尊大な自信家で、聞き見ながらも威厳ある言動で相手の心を掌握することに長けています。ただ、いささか自信家すぎるのか、その行事を傷つけられることを非常に嫌い、自分に従わない相手には全く容赦がありません。その反面、予想外の手段に出られると激しく動揺するなど、意外と精神的に打たれる部分がございます。おっと、出だしいきなり申し訳ございません。あまりに顔面が送りすぎるためにリクエストの多かった二階さんと間違えて説明しておりました。いや、ここまで一致していますと僕も人間なんで打ってしまうんですよね。ピン芸人名田木たけしさんのややこしやのネタに使えそうなくらい送りですよね。ジャネット・ジャクソンと木の実奈々以上であることは間違いないでしょう。そんな二階俊博氏についての問い合わせがたくさん来ておりましたので、マカロンを読ませていただきましょう。政界を騒がせている自民党の二階俊博元幹事長の感想枠をお願いいたします。私には妖怪に見えて仕方ないです。これは相と呼ばれる面相でしょうか。ぜひ宣伝をよろしくお願いいたします。次、ケンケン先生こんにちは。自民党の二階俊博氏の感想枠をお願いいたします。金50億円なんてとんでもない額ですよね。国民は重い分を望んでいるのに、分見送りとはありえません。会見の大きな態度もとても良かったです。息子の二階俊樹も後釜にしてはいけないと思います。よろしくお願いいたします。次、衆議院議員二階俊博についてお願いします。会見で記者にバカ野郎と言ったり、老害の鏡みたいな人です。85歳、議員全員定年時期を統一してほしいです。面相も年を追うごとに良くなっているように思います。ぜひこの人を先生に見てもらいたいです。よろしくお願いします。次、ケンケン先生いつも大変勉強になる動画をありがとうございます。二階俊博氏の次期衆院選への不出馬を表明した会見で、記者の質問に逆行してお前やろうとの言を吐いた姿が出る会そのものでした。議員辞職会見で逆でした谷川弥一氏もそうですが、ダウンダウンに踏んだ目元&フェイスライン、だらしない口元など共通した生き様の現れなのでしょうか。二階俊博の感想枠をお願いいたします。最後もう一通、今晩初めてメッセージさせていただきます。本題ですが、帰ろうで騒がせている二階さん、あの方のお顔はなぜこんなにも感を感じるのでしょうか。若い顔とかではなく、見るのが顔、若い頃の面影などなく低いおじいちゃんです。こんなおじいちゃんに税金払っていると思うと怪我さします。国に何の利点があるのでしょう。帰ろう発言、いつも人を見下しているからポロッと出るんですよね。はい、5名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。一度当チャンネルでも触れましたが、まあこのような人間はエンドレスでずっと良いことをし続けていますから、それがバレた時にニュースやメディアで騒がれるんでしょう。まさに氷山の一角地位、1000件下手したら1万件くらいやったうちの数件、一桁の件数くらいが明るみに出る感じではないでしょうか。このような人間は年齢も年齢で結構いってますから、より顔に出ますよね。ずっと使い続けてきた顔、表情筋の積み重ねが顔面を形成していきますから、マカロンで見たところ85歳、そりゃそれ相応の顔にならないとおかしいです。おそらくたくさんニュース記事にもなっているでしょうから、そこから触れていきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、バカ野郎。項目2、50億って何。項目3、二階俊博氏を感想枠で見る。項目4、二階俊博氏の名前を見る、の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、バカ野郎です。二階氏はマモーよりも礼儀がなっていないようですね。85歳、ガチガチの老人ですが、地位というものだけは持っていますから強気でございます。本来はこのような人間に絶対に持たせてはダメなものなんですけどね。ではまずニュースを読んでいきましょう。デイリー新潮様の記事を引用させていただきます。バカ野郎、二階元幹事長の3500万円、1億5000万円、50億円をめぐる原稿録というタイトルでございます。次期衆院選への不出馬を表明し、記者会見を行いました自民党の二階俊博元幹事長、85歳、当選13回で現職の国会議員で最高齢の二階氏には、近年常に不出馬情報が付きまとっていましたが、
二階派紫翠会の元会計責任者が政治資金パーティー収入の虚偽記載で在宅起訴されましたことが直接的な引き金となりました。一連の金問題での政治資金収支報告書への不記載額は3500万円を超え、5年余りの幹事長時代に差配した政策活動費は約50億円と、ここ最近は特に金にまつわる話題で取り上げられがちな人物でした。今回の会見でも、バカ野郎などストレートな物言いが反響を呼んでいますが、金の問題に関連しましても、素直というか、率直というか、独特のコメントを残しております。本人の思いが感じ取れます。肉声を改めて紹介しておきましょう。今回の会見で二階氏は、自派閥の元会計責任者が政治資金パーティー収入の虚偽記載で在宅起訴されましたことについて謝罪し、次期衆院選に不出馬の意向を表明しました。記者からの質問に、出馬について年齢には制限があるかと聞かれましたところ、お前もその年が来るんだよ帰ろうと不快感を示すなど、吉井氏は完全に別として本人らしさを貫きました会見でした。会見では記者からの質問の大半を付き添いました最側近の林美樹を元幹事長代理がこなしました。林氏が秘書のように付き添いますのはもう随分前からで、代わって質問に答えますのも同様です。二階氏は85歳という年齢もあって集中力がなかなか続かず、会話がスムーズにいかないということが続いていましたようで、それが今回の会見にも現れていたように感じましたと政治部デスクは語りました。表向きには二階派の元会計責任者がパーティー券収入の虚偽記載で在宅とされましたことの責任を取った形でしたが、選挙区事情とは無縁ではないでしょうと同政治デスクは話します。二階氏の地元和歌山県は次期衆院選から議席が一つ減となります。それを見越しまして次世代の和歌山キングであります世耕弘成前参院幹事長が衆院に鞍替えすることが想定されていました。二階氏の弱点は後継者、世耕氏は二階氏が目の黒いうちは戦いを挑まないものの不出馬を表明した場合鞍替え濃厚と言われてきたのですと話しました。今回の不出馬表明で世耕氏を自由に動かせてしまうことにならないのでしょうか。世耕氏もまた今回の金疑惑で安倍派清和会の幹部として党の処分を免れず、8段階ある処分のうち非公認が下るとされています。それを岸田文雄首相総裁が二階氏に伝えました後に会見が行われたようです。処分のことを踏まえれば世耕氏が次期衆院選に無所属で出馬して二階氏の後継者と対峙する可能性は低いように感じられます。その場合一回見送りになるということですね。ただ次期衆院選の際に総裁が岸田氏ではない可能性もあり、党内がどうなっているかもわからないので予断を許さない状況でありますと政治部デスクは語りました。ところで二階氏をめぐりましてはかねてより金の問題がつきまとってきました。2019年7月の参院選広島選挙区に出馬しました河井案里陣営に党本部から1億5000万円が引かれていた件でも名前が取り沙汰されました。選挙時に党から支給される額としては一桁違うとの指摘がありました。その後河井氏や夫で選挙を取り仕切りました克行放送が公選法違反容疑で逮捕起訴され、その後半で二階氏の名前が飛び出したのですと話しました。2020年10月河井案里被告の後半で検察側の証人として出廷しました自民党の広島県議は河井案里被告から金を受け取る際に当選おめでとうございます、二階幹事長から預かってきたと話したと証言したのです。これにつきまして河井案里被告はよくブラックジョークを言うのでジョークだと思ったと県議は復元しましたが、1億5000万円の支出イコール二階氏という構図がルフしていきました。しかし二階氏はこの見方に痛く不満だったようです。二階氏は企業で考えてもらえればわかりますよね。社長が言ったから初めて経理なり総務なりが動くわけでしょう。独断で総務部長がどうのこうのっていうのはありえませんよと言っていたようです。この場合社長は総裁、総務部長は自分のこと、案に当時の安倍晋三首相総裁の支持をほのめかしたということでしょうと同デスク団です。結局自民党はこの1億5000万円は税収の原資に使われていないとすることで幕引きを図っております。しかし世間ではなかなかその説明が受け入れられていないのも事実でしょう。またその後は二階氏が歴代最長の5年長にわたって幹事長の職にある中で約50億円の政策活動費を差配していたことがたびたび問題視されてきました。二階氏本人は私腹を満たすようなことはなかったなどと話しているようですが、その一方で二階氏が幹事長職にこだわったのがこの政策活動費だったとも言われています。一般に幹事長は党の金を自由に使えるという時にはこの政策活動費のことを指します。政治資金収支報告書に記載義務がなく
領収書も不要ですので、実質的に様々な用途に使用可能な財布と言われておりまして、一説には二階派の勢力拡大の助けとなったとされています。と、同デスクは語りました。この政策活動費につきましても二階氏は、企業で考えてもらえればわかりますよね。社長が言ったから、などと弁明するのでしょうか。はい、ということで記事を読んできましたが、とんでもないおじいさんです。しかし、この年齢にまでなって、まだお金がそこまで欲しいもんなんですかね。もう、おっも立たないと思うので、本体もおとなしくしてもらいたいですよね。おっと、僕にしては珍しく下品な発言をしてしまいました。ちゃんと鳥の声を最近導入していてよかったです。それでは次の項目です。占いバスターズ。項目に、50億って何です。さて、これまたすごい額ですよ。現在、巷は水原一平氏の7億円でも、ギャーギャーとみんな騒いどるわけですよ。それが50億円。さらっと言うと重みはありませんが、ありえない金額です。参考のために話しておきますと、1億円の重さが現在の日本紙幣で計算しますと、約10キロですから、その50倍、500キロです。あの相撲出身の男性格闘家、エマニエル・ヤーブローでさえ、400キロは超えていなかったですから、相当の重さですよね。高瀬大樹選手を呼んでこいってなります。マニアックすぎて申し訳ございませんが、それは一体何のお金なんでしょうか。それについても記事を引用しながら話しましょう。今年1月29日、衆参予算委員会で野党から政策活動費の実施を求める質問が集中しました。そこで問題視されましたのが自民党の二階幹事長へのべらぼうな支出でした。なんと幹事長在任中の5年間に50億円近い政策活動費を受け取っていたというのです。50億を一人の政治家に渡し、使い道を明らかにしないでいいというのは常識を外れすぎています。国民はもちろん納得できません。やらしいことがないなら速やかに使途を公開するべきでしょう。議員からこう追及されますと、岸田首相は政治活動の自由という答弁を乱発しました。禁止されるとよほど困るようですね。政策活動費は他党にもございますが、自民党は金額が突出しております。もっとも二階氏だけが特別かというとそうでもありません。2022年の自民党の政治資金収支報告書によりますと、茂木幹事長に支払われました政策活動費は9億7150万円です。自民党の幹事長は平均10億円前後を毎年受け取っているのです。これほどの巨額を一体何に使っているんでしょうか。自民党関係者は次のように語りました。幹事長の軍資金ですよ。例えば議員がパーティーを開くと伝えれば頑張れよと1、2回生の若手で30万円くらいもらえます。当選回数や幹事長との近さで50万円、100万円となります。他に委員会などで海外視察に出かけます際には、選別として1人50万円とか100万円払います。使途が表に出ません政治活動費は、幹事長にとって力の源泉と言えます。との話です。そして、使途として金額が大きいのが選挙対策です。別の自民党関係者がこう話します。選挙の陣中見舞いに1人100万円や200万円、国政選挙に限らず、知事選など地方選挙でも使われます。関係者は県議に市町村議とかなりの人数になります。1人5万円や10万円を配ったとしても相当の額になりますと語りました。2019年の参院選広島選挙区で起きました大規模買収事件では、河合元法相方で押収されました手書きのメモに総理2800、菅っち500、幹事長3300、甘利100と記されていたと中国新聞がスクープしています。この3300万円も政策活動費だったのでしょうか。年間10億円規模の巨額支出は金権政党ならではです。これじゃ政治に金がかかるわけでございます。それはみんな必死に政治家になりたがりますよね。すべては金のため、非常にわかりやすい世界でございます。それでは次の項目です。項目3、二階俊彦氏を感想額で見るです。まあ一目見れば摩耗、よーく見ても何かの妖怪やモンスターを思い浮かべるだけでしょう。最新の AI に診断させたら、水木しげる先生が描いたキャラクターと判定されるかもしれません。そんな彼を僕は3年ほど前に感想枠動画を作っています。またやらなくても大丈夫という台本と撮影が楽になるというのもありますが、感想枠動画は常に後出し後出しと、あの一つ覚えみたいに言ってくる後出しがおるんです。だからずっと前に感想枠動画をやっていた人のリクエストをまた視聴者様からいただけるのが嬉しいんですよね。特に今回のように3年前ですと、新規にチャンネルを知ってくださった方は以前やった動画を視聴されていませんので、まだやっていないと思って要望していただけるのが嬉しいですね。いや、こんなもん全然当たってなくてもいいんです。常々言ってますが、 100% 完全に読み取れるわけではありません。面相と全く当てはまらない人間も無論存在していますから、スタンフォード大学の面相をリーディングする AI でも、いろいろな詳細データを入れても
90% ぐらいというお話がありますから、どれだけこの分野の研究や開発が進もうとも、人っていうのはレアケース、イレギュラーがいて当然ですからね。では2021年3月17日にこのチャンネルでアップした動画です。どうぞ。次行きましょう。項目2、二階俊博衆議院議長です。この方もせっかくなんで若い時と現在を2枚見てみましょうか。何ですかね、これはルパン三世に出てきたもうではないんですかね。そして現在の写真の後ろに写っている方もジャンポケの斉藤さんじゃないですよね。まあちょけるのはこれくらいにして見ていきますか。僕はこれ森氏より全然知らないんですよ。森氏は総理大臣されていたこともありましたから少しだけは知っていました。この人の面相をそのまま喋っていって名誉毀損に当たらず喋れる自信がないです。まあ若い時の写真の方はどこかに出すための奇跡の一枚を撮っているのであまり当てにはならないでしょう。むしろ僕の面接の動画の通り正面から撮らずに少し角度をつけて撮影を修正してますね。修正しているにしろまだこの時はそこまで良くないですね。この現在の姿はもう妖怪と言っても問題ないです。この方も額が広いですね。やはり政治家には多いんでしょうか。シワが一本入っていますね。蛇行紋に近いのかな。これはいわゆる人痘であると見るんですが、この部分も大物になることはなるが、人が多い人間と見るのが一番自然っぽいですね。右目側の眉間に一本縦線の紋があるのもと言われておりますね。人から攻撃を受けると言われているんですが、取られたりね。それは半分まあ迷信っぽいですが、一応そう言われているという話もしておきましょう。意外にも眉の部分は人からの信頼を得られるタイプ。目はやはり下まぶたの膨らみが気になりますね。人から好かれる層とも読めるんですが、年老いた方を見てみるとだいぶと変わっている気がしますね。かなりの競争の目になり、道徳心や品位が薄れていった証拠なのではないでしょうか。また耳は意外と良くはないんです。社会的成功と言われているパターンですが、一応当てはまっているんでしょう。人中も年とともにかなり長くなっておりますね。そして人中の幅が狭いんで、遅咲きのスケジーさんなんでしょうかね。口元も長くなっています。若い時は出世を果たしたり考え方が柔軟にできたはずなんですが、それが年とともになくなった感じですね。というわけで、若い時は頭脳明晰というよりは機転が効いたり人の懐に入ったりするのがうまくて出世をし、年を取るにつれてだんだんと色や欲を覚えてきた遅咲きの男性、おそらくは30歳後半から40歳前半で甘い生活を覚えて、楽かつ贅沢を恣意がままにしてきたような人間、我慢を知らずに何でもかんでも自分の服に動くんで、そのだらしなさが顔の筋肉を落としてしまった、そんな人生だろうと僕なら呼びますね。すいません、やるのだけはやめてください。褒め言葉ですよ、褒め言葉。良いご飯を食べれて芸能人モデルクラスの女性とかと夫婦なことをいっぱいしてきたんだろうなっていう、つい1回の感想詞の想像です。想像、大きな心で許してくださいね。はい、どうでしたか。この頃僕は結構ソフトに話していますね。内容というよりはワード選びが遠慮している感じでした。今もそこから3年経っていますが、さすがに82歳から85歳の面相は変わっていないでしょう。以前の動画の感想額の通り、簡単に一言で表しますと、よっぽけなんですよね。贅沢しまくり、非常に大事ない生活をしてきたのを集約させたオフェイスであるのは、おそらく面相読み取りが苦手な方でも瞬時にわかるでしょう。しかしながら、贅沢すぎる生活を続けるためには何が必要ですか？そう、お金ですよね。ですから、ツイッターで5年で50億、どうやって使うねんとかいう投稿を見かけましたが、まあそのくらい使っている恐れもあります。金なんて使おうと思えば何ぼでも使えますからね。福本先生の名作漫画ブライデンガイに登場したこのおっさんのようにギャグみたいな生活を現実でやっているかもしれません。え、そんなの漫画とかドラマの世界だけだろうって甘いですね。この世の中には、はい、この写真をご覧ください。こちらも数年前に運気がアップする画像コーナーで紹介しましたダンビル・ツァーアンさんなんですが、このような生活をしている方も中にはいらっしゃいますからね。こういったザ・っぽい金持ちライフに二階氏は憧れているのかもしれません。ひょっとすると案外溜め込んでなくて50億円全部使い切っている可能性もあります。人間ってわからないもんですよ。それでは最後の項目です。項目4、二階俊博氏の名前を見るです。名前について絶対に聞いてくる人が数パーセントいますので、導入できる動画では名前についての話をするようにしています。ただ名前や画数、使用漢字が必ず人生に反映されるわけではありませんし、むしろ全く関係しない方も多いですから、興味のない方は動画をスキップさせてください。はい、こちらが二階氏の生命判断の結果画像です。
これは判断が難しい名前ですが、ウィキペディアを見てみますと、そこそこ良い家庭、出身っぽいのですが、この名前ですと、まあ良いは良い方ですが、完璧にしていません。これはよくあるケースなんですが、中途半端な命名詞に見てもらって付けたパターンかもしれませんね。どんなものでもできる、できないなんて自己申告ですから、どの占い師たちも一切統計データを持ってないくせに、浅い知識で生命判断できるとか答えていますから、それにハマった事例かもしれません。ちなみにこれは後継者と言われております。長男の結果画像ですが、こちらはいいですね。ただ、年をの年の漢字は、父親と一緒ですから、絶対につけていけない、と昔から言われている唯一の命名の決め事、親の漢字を一時子供につける、ですから、やっぱり適当な命名詞に依頼しているのか、自分で本などを見て、つけた、というのが近いでしょう。はい、というわけで、今回の二回詞の動画でしたが、この張り切った時代では、どれだけお金を奪っても、何も言われない立場に行ってしまうと、もう勝ちなのかもしれません。この金額を売っても何も責任を取らなくていいんですから、丸儲けですよ。50億買って全くお咎めを受けない人もいれば、コンビニのコーヒーマシンサービスで100円で S を購入し、そのコーヒーカップに150円分の M サイズの量のコーヒーを注いで実際に逮捕されている人がいます。庶民は50円で逮捕です。うまい具合にぴったり、桁は違いますが数字は50なんです。これ僕が作った話ではなく、2022年4月13日午前5時40分頃に、福岡県糸島市で本当に起こった実話です。50円で捕まる人もいれば、50億円で捕まらない人間もいる。これが現実です。まあ僕の記憶違いかもしれませんが、両親を2人とも捕ったのに、執行猶予がついた歌舞伎俳優もいたような気がするんですよね。気のせいだったかな。というわけで、育児を行った後、許されたいのであれば、そういう立場の人間になれ。日本ではそういうことのようです。はい、ということで今日は二回詞について話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金、すべて無料ですから気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。